栄冠9、今回も3年縛りでやっていきます。44個目。今回一緒にプレーするプロ野球選手は村山実さんです。戦後唯一のシーズン防御率0点台、そして通算防御率のセリーグ記録を持ってます。最強のピッチャーですね。星は300。全投手の中ではダルビッシュさん、そして稲尾さんに続き3番目に高い星を持ってます。139キロ、コーン差し、シュート、フォーク、フォーク3球種あります。フォークがなんと2球種あります。対ピンチ日、キレ丸、尻上がり、投手、対強打者もある。しかし村山さん、入る高校間違えましたね。芸人しかいない高校に来てしまいました。生クリーム小島、星は77。早球 B、 サードかファーストにコンバートするかもしれません。マタニティ岩村、星は142。ミートパワー走力非常に高いです。素晴らしいキャッチャーですね。当たりの盆栽を引きました。ドラッグストア西村、こいつ朝昼晩毎日薬をめちゃくちゃ飲んでるんで、ちょっと頭がいかれてます。そのせいでムードバツと閉殺がついてます。ゴミですね。ダイナマイト四国、星は112。ミートパワー E、 ホーム死守、走塁まあまあですね。そして今回の天才、ドーピング湾岸、星は211。ミートと守備力はほぼ C ぐらいありますが、まあ、ほぼオールディーぐらいですね。パワーヒッター持ってます。しかしちょっとチャンス、対左投手、盗塁、送球、いいですね。というわけでこの6名を超えてやっていきます。スタート。本日は入学式。新入生は全校生徒の前で1人ずつ5分のネタをやってもらいます。新入部員の村山実さんはめちゃくちゃ爆笑を取ってましたね。この見込みがありそうですね。ボランティアやっていきます。お笑いとは何か教えていき、その後に漫才をやってきました。めちゃくちゃ滑りました。奪三振の方来ましたね。村山さん、ついてたっけ？村山さんついてないですね。つけます。村山さん、特訓やっていきます。緩急も取れればかなり強い。どうだ？取った！これも勝ちですね。大根おろし伊藤にアドバイスを行った。芸名変えた方がいいですよ。フェミニスト富原の進路について話し合った。まあ、芸人になれなかった場合は、職人でもやりなさい。野球部 OB で現在はプロ野球選手の合流の矢野がやってきた。こいつは授業中にふざけまくって合流します。それでは夏の県大会やっていきます。先発村山さん、星は322。1番フェミニスト富原、2番フルマラソン高橋、3番ドーピング湾岸、4番ムーンライト池谷、5番チアガールマニア原田、6番マタニティ岩村、7番大根おろし伊藤、8番ダイナマイト四国。これで勝っていきます。1点取られてますね。1対0。対戦相手はランク D、 初戦では負けません。いて、必ず M1 に行きます。チアガルマニア原田、ナイス、実質スクイズ。2対1。マタニティ岩村、ナイスヒット、ワンアウト1・3塁。そして大根おろしシート、ここは確実にスクイズ、しっかり決めていく。同点。ワンアウト1・2塁。ちょっとこの試合はこれ以上取られないようにしてほしいですね。おい、その、取れ！セカンド！惜しい。3対2。まずいですね。イエス、取らないか。4点目取られました。お、1点返します。4対3。ナイス！マタニティ、ダイナマイト。レフトワンヒット。7番、トトカルチョ、北野。この中の誰からしたら本当に芸人で、いそうですよね。お、来た！フェミニスト、富原。逆転スリーランホームラン。完璧な、ホームランでしたね。ナイスすぎる。ちょっと、村山さん、頑張って。やばい。ワンアウト満塁。盛り上げも使います。サード、ゲッツ。ナイスゲッツ。よくしのいだ。いったね。チアガールマニア、原田。チアガールが応援すればするほど打ちます。勝ちました。4対8。ドーピング湾岸、チアガールマニア原田、フェミニスト富原、ホームラン。1年生めっちゃ活躍しますね。天才のドーピング湾岸、3安打、1ホーマー。
マタニティ岩村も2安打、村山さんも2安打。2回戦やっていきます。4回表0対0、対戦相手はランク D。 やばい、ノーアウト1、2塁。うーわ、やばい。3連打。ノーアウト満塁。いや、結構打ってきますね。いやー、4連打。おい！ノーアウトランナー1塁。ようやくチャンスが来ました。追いつきます。ナイスヒット。ノーアウト1、2塁。ここで、村山さんですか。ナイス！普通にヒット打っていく。ノーアウト満塁。1番に帰ってき、フェミニスト富原。昨日、スリーラン打ってます。転がせ5。まあ、満塁なんで普通に打たせようかな。普通に打ってくれ。ゲッツーでもいい。ゲッツーあかん。とりあえずもう1本ヒットが出れば、同点。同点してくれ。惜しい。センター前ヒット。打率が普通にいいですね。マータニティ。コンクリート。ダメか。あと1点だったらなんとかいけると思うんですけど。最終回やってきます。代打、タンバリン岡野。あ、タンバリン岡野。完璧な代打。代打ホームラン。神すぎるこいつ。追いついた。ただちょっと村山さん、降板させちゃったんで。結構まずいですね。この回もう1点取るぐらいでないと。中継ぎは生クリーム小島とネフェルピと佐野。おい、クズしかおらん。絶好調のネフェルピと佐野でいきますか。完全にバッティングピッチャーですね。打たせて取るピッチング。よっしゃ、守備いいっすね。ドーピングワンガン。打席を見るのは初めてですね。ちょっと昨日ドーピング使って3安打してるんで、今日はその反動で全く打ってません。ナイスバッティング。フォアボール。三振。ナイス。ピッチャー頑張ってます。お、先頭バット出ました。お、それはナイス。ワンアウト1、2塁。惜しい。お、ドーピングワンガン。これは入っていく。2本目のホームラン。2試合連続のホームランですね。打席前にちょうどドーピング打ってました。ノーアウトランナー1塁。ナイスゲッツ。勝ちました5対2。なかなか白熱の試合でしたね。タンバリン岡野、ドーピング1冠ホームラン。ムーンライト池田に4安打。ドラッグストア西村がムード×で亡くなった。チームの戦力が上がっていく。3回戦やってきます。対戦へとはランク D。 1点取られました。ナイス。いつの間にか逆転しますね。2対1。フェミニスト富原めっちゃ強い。うわ、逆転されていく。まだ変化球があまり育ちきってないんで、捉えられますね。おい！なんて日や。5対2。3点差をつけられていきます。いや、マジかよ。ナイス。村山さん、諦めていません。センチメートルナイス。こっから10連打、打ちます。ナイス。ナイス。追いつくぞ、絶対。いける。敗者復活。
5点差。負けました。10対4。惨敗。ちょっと打たれすぎですね。こっちもヒット13本打ってるんですけどね。ドーピングワンガン、2安打。マタニティ岩村、2安打。3回戦敗退。まあいいでしょう。こっからです。次期キャプテンは、チアガールマニア、原田。大根おろしと粘り打ち。村山さん、カット打ち。合宿ではこの2つしか取れませんでした。ゴミ合宿。じゃあ合宿後に食事会行きますか。食事会は1年生が永遠に漫才しなければなりません。ネフェルピーと佐野くんのアドバイスで、みんなの技術がぐんぐん向上しました。素晴らしい。特訓やってきます。重い球ゲット。それでは秋の県大会やっていきます。先発、村山さん。防御率ちょっと良くしていきたいですね。1番マタニティ岩村。2番センチメンタル手塚。3番チアガールマニア原田。アベレージヒッター、片目打ちついてます。4番ドーピングワンガン。5番大根おろしと。6番ポンデリング雪村。7番ベーシックインカム林。8番ダイナマイト四国。対戦相手はランク D。1点取られてます。1対0。1回戦だけは負けてはいけないという鉄の掟があるんで、勝ちます。2アウト満塁。さあ、ピンチに強い。さあ、反撃。ワンアウト1、2塁。チアガールマニア、原田。ナイス。今日は監督がチアガールの服を着てます。1対1。ナイスヒット。おい、バントとか小賢しすぎ。アウト。危ね。くそ。ワンアウト1、3塁。謎に接戦になってる。ファースト。ゲツいけるか、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 ゲツいけるか。くそ。2対1。点が取れなすぎる。村山さん、ちょっと自分で打った方がいいですよ。自分で打ってく。さすが。ノーアウト1、2塁。1番に帰ってきます。転がせ、2。えっ、あっ、危ねえ。まあまあ、ゲッツ以外ならいいですよ。いや、スクイズ1か。送りバント、無理だよな。お任せですね。ゲッツ以外なら、点入るんじゃない。センチ、ナイスセンチ。こいつ打つの方が、打つんですよね。ワンアウト2、3塁。当てれば、当てれば OK。よっしゃ。でさ、勝ちました。2対4。センチメンタル手塚、素晴らしい3安打。村山さんも2安打。村山さんなんか打率めっちゃ良くないですか。毎試合ヒット打ってますね。2回戦やっていきます。対戦相手はランク D。でさ、村山さんも徐々に調子上がってきたんじゃないですか。5回表、0対0。2対0。ワンアウトランナー2塁。後半まくっていくって感じなんで、問題なし。はい、問題なし。ワンアウト1、3塁。いやー、くそ。これ点入んないか。マジで。そろそろ出ると思った。ノーアウト満塁。ホーム。ホーム熱？ナイス。いや、苦しい。4点目。大根おろしサンドイト。タイムにヒット出ました。やっと1点。いや、1点返したら全然ありますね。3点差は。うん、ないわ。負けました、4対1。クソ、ランク D に勝てねえ。体育祭、パワーを誇るドーピングワンガン君は、騎馬戦で大活躍。こいつ体育祭でもドーピングしてますからね。息をするようにドーピングしてます。練習じゃやってきます。ドーピングワンガン。えげつないホームラン出ました。勝ちました、4対0。新入生スカート、打撃を重視。いいですね。全国大会準優勝。こいつも結構いい。割と当たりですね。ポンデリングが覚醒してる。
いぶし銀、対変化球丸、カット打ち。来た！キャッチャーの必勝本。で、さっきキャッチャーの方も入手したんで、これでマタニティ岩丸がキャッチャー A になりました。特訓やってきます。ドーピングマンガン。OK。広角打法ゲット。卒業式。タンバリン岡野、スカウト。コンクリート竹下、パン屋。ムーンライト池谷、肉屋。フルマラソン高橋。サラリーマン、トトカルチョ北野、肉屋。フェミニスト富原、職人。以上。練習試合やってきます。でさ、チアガールマニア、原田。練習試合では、チアガールいないんで、能力がガクッと下がってます。大根おろしとツーラン。ドーピングワンガンがドーピング切れるまでフォアボールで避けられてるんですけど、うぜ。勝ちました。8対0。それでは吉本興業高校2年目やっていきます。ガムテープ戸田、星は80。野手能力は結構いいですね。ダンボール溝口、星は90。肩守備いい。ノッキング小池、星は127。ゼネラルストライキ森、星は73。ヘッドスライディング。ガソリン安い、星は60。コンドーム有田、こいつめちゃくちゃ強いですね。星は172。ミートパワー総力 D。即戦力ですね。ガソリン安い、星は60。ゴミ。フィヨルド坂部、星は150。こいつも強いですね。こいつもミートパワー総力 D あります。星は150。三振がついてます。というわけでこの2期生を超えてやっていこうと思います。スタート。2年目、夏の県大会やっていきます。先発、村山さん。星は416。144キロ、コントロール C3 指。1番センチメンタル手塚。2番、マタニティ岩村、対変化球もある。3番、チアガールマニア原田。4番、ドーピングワンガン、パワーヒッター広角打法。5番、大根おろしヒート。6番、ポンデリング雪村。7番、ベーシックインカム林。8番、ダイナマイト四国。いい感じですね。村山さんも打率3割ありますからね。対戦相手はランク C。 結構強いランク C ですね。早速挨拶代わりの一発。ワンアウト三塁。1対0。セコ、セカンド。魔物ありますね。センチメンタル手塚。センチメンタル惜しい。でさあ、タイムリーヒット。ノーアウトランナー一塁。ここで魔物はもう勝ちですね。ノッキング小池、代打サヨナラスリーランホームラン。ノッキン、ノッキン、ダメージノッキン。11対2、勝ちました。ドーピングワンガンホームラン。2回戦やっていきます。対戦相手はランク E。OK、 2点先制。ポンデリング雪村が打ちました。謎点。まあランク E ですからね。ちょっと1年生もガッツリ出しますか。ちょっとドーピングワンガンホームランはまあ打ってるんですけど、打率がぐんぐん下がってきますね。天才選手割と打率みんな3割余裕で超えてくれるんですけど、こいつは大丈夫か。ドーピングの副作用出てますね。副作用、一応ドーピングワンガンのヒゲも副作用で生えてきました。ドーピングする前はヒゲなかったんですけどね。あ、大根おろしナイス。ドラッグストア西村、タイムリーヒット。今日バファリンとロキソニンを10錠飲んでます。ダイナマイト四国も打ってますね。ダイナマイト宿します。勝ちました。10対0。大根おろしと3安打。下位打線めちゃくちゃ打ってますね。上位打線どうした。1から4番で1安打しか打ってないんですけど、変えるかごっそり。準々決勝やっていきます。対戦相手はランク C。 ノーアウト1、2塁。絶好調ですね。今日も1本打ってます。先制ホームランってますね。なぜこんなに打つんだ。ポンデリング雪村、フェンチョク。まあランク C はいけると思うんですけど、ランク B と A に変わってるかどうかですよね。ナイスクズ。村山さん去年と比べると全然打たれないですね。コンドーム有田初ヒット。あいつだけバットにコンドームつけてビヨンドみたいにしますね。はい、ドーピング。スリーラン。2試合に1本ぐらい打ちます。ナイスバッテン。コンドーム打ちますね。
1年生がしっかり打ってきます。勝ちました。8対0。ドーピング2安打、コンドーム2安打、ポンデリング3安打。準決勝やっていきます。対戦相手はランク D、 ランク B 1回もいませんね。1点先制。あ、行きましたね。チアガルマニア原田スタンドにぶち込んでいく。連打がついていく。惜しい。ツーアウト満塁、初のピンチ。ただこれキャッチャーの指示通りに投げていれば抑えられるんですね。仕上がる絶好調。6点目。よっしゃ、6本目、さよならツーランホームラン。勝ちました。8対0。ヒットがっつり出ましたね。13本。決勝戦やっていきます。ここでしっかり出たいですね、甲子園。対戦相手はランク C。 ランク C いけるぞ。マジで B 来なかった。仕上がるマニア。決勝戦は仕上がる、いつもの3倍ぐらいいるんで、こいつの能力も3倍になってる。1点先制しました。追いつかれてますね。ダイナマイト四国、今日打点1ついてます。バントで、いやでも次村山さんなんで打たせますか。よっしゃ、ノーアウト満塁。スクイズ4、満塁でスクイズちょっと微妙なんですけどね。まあやりますか。うわ、いや、魔物ある使い手使おう。もうここで勝ち逃げします。 OK。 うまいですね皆さん。うまい。OK、 勝ちました甲子園。2年目で甲子園にしっかり出てきます。苦戦した試合がなんかなかったような気がしますけど、圧倒的なピッチング力、そして打撃力で抑えましたね。まあランク B 以上が来なかったっていうのが一番でかいですけどね。大根おろしと3安打、ダイナマイト四国3安打、合宿で今度生まれた対左投手 D、 ダイナマイト四国対左投手 C カット打ち。甲子園前にちょっと笑いの合宿をやっていきます。1日20時間ひたすら漫才をやっていくという感じですね。生クリーム小島、盗塁 B、 走塁 B、 チアガールマニア原田カット打ち。なんかみんなカット打ちゲットしますね。相当うざい打線になりそうですね。ガソリン安井もカット打ち、村山さんもカット打ち持ってますからね。2回で相手のエースを降板させます。ベーシックインカム廃止カット打ち。ちょっと録画ボタンを押すのを忘れていたんですが、現在甲子園1回戦ですね。3対0で勝ってます。カット打ちが発動していく。こうなったうちのチームはうざいですよ。相手ピッチャーも120球ぐらい投げています。そして惜しい。徐々に当たりが強くなっている。当たりが強くなっている。チアガルマニア原田ツーベース。こいつは敵チームのチアガールでも全然 OK ですからね。とにかくチアガールが多ければ多いほど打ちます。で今日3安打2打点のドーピング1が、そろそろドーピングの効果が切れてきます。ドーピングの効果が完全に切れました。村山さん防御率 1.89。 夏の予選全く失点しなかったですよね。何失点ぐらいしたんだろう。最終回勝ちました。0対4。村山さんヒット3本に抑えています。マタニティ岩村3安打、チアガールマニア原田2安打、ドーピングワンガン3安打。2回戦やっていきます。あーくそ、入っていく。ワンアウト1、2塁、初回からピンチですね。対戦相手はランク A、 ついに来ましたか。ランク A にどこまでこの黄金バッテリーが通用するのか見ものですね。ここ勝てば甲子園優勝もあり得る。最初の難関ナビチェ。うぅ、ツーアウト満塁。よっしゃ、サード。ドラッグストア、西村。遅い。
ドラッグストア遅い。今のはアウトにしてほしかった。いやー、ちょっと流れが悪くなった、一気に。3点。0と3の違いは、果てしなく大きい。おお余裕。でさ、ノーアウト1、3塁。ついにチャンスが来ました。いや、これマジでここ、追いつきますね。いや、スクイズとかしてる場合じゃないと思うんですよね。これもうガンガン、打たせていく。3、4番は信じないと。3、4番は。え、ランナー走ってね、サード。マジか。あ、うん。今の無理か？こいつはガチで。まあ、とりあえず犠牲フライになるか。とりあえず犠牲フライで1点。いや、ここ2点は返さないとダメなところなのに。くそ。2アウト1、2塁。いや、その高めを、そんな綺麗に流して、うますぎる。うわ、取れる！ダイナマイトキャッチ。2点差で、おい！チアガルマニア。こいつ完全にチアガル見てましたね。まだ水がこぼれ落ちるギリギリで耐えてますからね。いけますよ。ノーアウトランナー1塁。こっからですね。どう？あ、それ、セーフになって、セーフ、惜しい。ワンアウト満塁。ちょっと、4点差になってます。ナイス！これが、天才の守備。いや、惜しい。最終回、魔物は、もう、ありません。ドーピングワンが逆襲の1本。まあ、来ました。6対1。さすがにちょっとランク A は、強いですね。ヒット4本。ドーピングワンが2安打。天才だけが食らいついてきました。ダイナマイト四国、初球マーケット。お、日本代表、村山さん、選ばれました。ドーピングワンがちょっと、ドーピング検査に引っかかって、出れませんでした。日本代表3位、村山さんは、日本の先発三本柱の一角。それでは、秋の大会やっていきます。夏甲子園出れたんで、ここから全部甲子園出ていきましょう。先発、村山さん。能力は上がりましたかね。コーンスタちょっと上がってますね。1番、ダイナマイト四国。初球丸、片打ち。2番、ドラッグストア、西村。3番、マタニティ、岩村。4番、ドーピング、ワンガン、ゼフチョ。5番、ノッキング、小池。6番、コンドーム、有田。7番、フィヨルド、坂部。8番、ゼネラルストライキ、森。え、ちょっと待って。初回なんか2点取られてるんですけど。まさか、ランク A か。いや、ランク E に初回2失点。おかしい。ちょっと待って。フォアボールヒット、フォアボールヒット。相手はランク E のくせになんか藤村とかいう、家が近いから弱小校に行った天才がいる。こいつうちに欲しいですね。ただ初回ワンアウト、1、2塁。でさ、ワンアウト満塁。あ、ランナー回ってる。総理の、お、3点取った。一気に逆転していく。ドーピングワンガン。2安打。また3点。もう心配ないですね。ドーピングワンガン。3安打。めちゃくそ打つわ。4割ぐらいいきそう。で、盗塁もしていきます。ドラッグストア西村。いぶし銀ですね。フォアボール、バント、フォアボール。いいつなぎの2番となってます。フォアボール。選球がめっちゃいいですね。ドーピングワンガン、打率4割超えました。これまで打ったドーピングが蓄積されて、とんでもない力を発します。はい、来た。ドーピングワンガン、サヨナラスリーラン。勝ちました、2対10。ダイナマイト四国、3安打。ドーピングワンガン、5打数4安打、1ホーマー、4打点。ゼフ長でもドーピングすれば関係ありません。2回戦やっていきます。おい、ドーピングワンガンとダイナマイト四国は完全に副作用出てる。こいつら昨日ワクチン2回目打ったんですよね。こいつら昨日ワクチン2回目打ったから高熱出てるわ。ワンアウトで3塁、チャンス。ここでフィヨルド坂部。スクイーズ3、転がせ5。転がせ、いやでも2アウトなんで、スクイーズ。
相手のエラー出ました。2点目、2アウトランナー1、3塁、ショート、うわ取れないか、1対2、ショート取れないか、育ってないんですよね。ランク D 相手に焦る必要はない、じっくりいこう。スクイズで3点目、ま、惜しい。こいつまだホームラン1本も打ってないんですよね。ドーピングワンガン絶不調ですが、ここで才能開花。はい、ドーピング。スリーランホームラン。うまい。おっ。さあ、勝ちました。2体力。ドーピングワンガン。2安打、1オーバー。ヒット数負けますね、普通に。練習試合やってきます。対戦相手は強豪の天理。マタニティ読んだ。初オーナー。え？なんだその打球。さあ、2連打。ちょっとランク B に勝って自信をつけたいですね。ダイナマイト職業。4打数4安打。もう1本打てるよ。えっ！さよならスリーランホームラン。ランク B に勝っていく。これはいい練習試合でしたね。ダイナマイト四国がついに5打数5安打1ホームラン3打点。近藤も有田、打ち気になりました。3戦目やっていきます。この3人、打ち気ですね。相手のエラーで2アウト、1、3塁。対戦相手はランク C。ランクシャマ夏何回も勝ってますからね。三振。点が入らない。こういう試合怖いんですよね。6から0対0。先に点を取った方が勝つ。しのいだ。ノーアウトランナー一塁。いいですよ。ヒットは出てると思うんですけどね。最終回、ドーピングガンガン。ファーストゴロ、セカンドゴロ、サードゴロ。次、ショートゴロですね。皆さん、そろそろ出ると思ってました。ノーアウトランナー一塁。マジか、ちょっと待って。やば。だるすぎ、それ。甲子園は絶対痛い。ありえん。いや、ここでエラー来たら悲しすぎるな。前進守備。三振。絶対三振。三振！うぅ！2アウトならば結構いける。1アウトと2アウトでは全然違う。まるで違う。はい、三振。はい、ショート。うわぁ！最悪のエラー出た。いや、絶対勝てたって言わん。ちょっと、今のなし。もう一試合、させてくれませんかね。練習試合するか。ちょっと全然打てませんでしたね、こっち。練習試合やっていきます。さっきの試合のストレスを発散させていきます。自分はまあ、エラーするのはしょうがないと思ってるんで、補給上げてない自分が悪いんで、まあ、それはしょうがないんですけれども、まあ、一応、部内で、あのエラーの悔しさを忘れないように、エラーした瞬間の写真を学校中に貼りまくって、で、練習前にエラーした瞬間の動画を10回以上見せるようにしています。フィールド、タイムリーヒット打ちましたが、
さっきの試合のエラーも二度と取り返すことはできません。勝ちました。2対7。これがさっきの試合でできているわ。ドーピングワンガン9本目打ってますね。さっきの試合打ってくれよ。の1年生。彼は天才なのかもしれない。スカウトで天才実はまだ1回も来てないんですよね。スカウト以外の天才は5人ぐらい来た時あるんですけど。これは取るでしょう。去年来てほしかったな。お、村山先輩が練習をサボって部室で試験勉強していた。うちのスーパーアイスなんで許す。ただ他のやつがやった場合は殺す。ガソリン安いは彼女ができた。誰やこいつ。勝手にどうぞ。バント職人の本来ましたね。これダイナマイトにつけようかな。ダイナマイト総力 A なんですよね。で、しかも左打ちなんで、あと内野安打丸がつけば最強の一番になる。卒業式、ネフェルピト佐野。職人、ベーシックインカム林。3割4分6厘。魚屋、センチメンタル手塚。3割4分8厘。スカート、大根おろしと3割5分6厘。2本。チアガールマニア原田、3割2分0厘。ポンデリング雪村、3割6分6厘。1本。プロ入りしたのはこの3名。一つ上の先輩はみんな3割5分ぐらい打ってましたね。吉本工業高校3年目やっていきます。新入部員、オノマトペ石戸、ドルチアダチ、カサブランカ村越、カーニバル野村、ドッキングサコタ、グランドスラム大塚、ホブンクルス明石、ハマヤラワ坂田。ちょっとこいつ、天才ではありませんでしたね。面接で天才って言ってたんですけどね。騙されましたね。村山さん、玉持ち丸取りました。それでは夏の県大会やっていきます。ちょっと秋の悔しさをここに全てぶつけていこうと思います。先発、村山さん。星は607。154キロ、コントロール B、スタミナ A。シュート5、サークル1。フォーク6。フォーク3。スライダー1。5球種あります。前の秋の試合は最後の打席、自分が三振取っているわと、非常に悔やんでいました。味方を全く攻めることのない素晴らしい人格者ですね。防御率は 2.01。1番ダイナマイト四国。バント職についてるんで、ガンガン。バントしていきます。打率も3割超えてます。打ってもよし。2番ドラッグストア西村。相手チームの水に睡眠薬を混ぜています。相手が5回ぐらいになったらみんな眠たくなりますね。3番マタニティ岩村。ミートパワー肩 B。キャッチャーへしっかりリードしていきます。4番ドーピングバンガン。頼れる4番。星は479。インコースヒーター走塁 A になりました。3割9分2厘。ホームラン9本。5番ノッキング小池。打率4割。6番フィヨルド坂部、秋の先輩、補給を少し上げました。7番コンドーム有田、レーザービーム。8番生クリーム小島、こいつはサブポジで外野ついてるんで、外野守れます。で、ショートも行きます。早急 B ですね。こいつをショートにしようと思ったんですけど、左利きだったんでちょっと外野にします。これはいけますね。ダイナマイト四角、打ち切られますね。対戦とはランキー。まずはバントが通用するか、確かめていく。しっかり通用しましたね。初回1点先制。2アウト1、3塁。これもバントいいんですね。どう？相手のエラーを誘い、2点目。まあ、タイミング的にはアウトでしたね。ノーアウトランナー2塁。村山さんも魔物になります。3年生に魔物が2人いればかなり勝率は高くなりますからね。1アウト満塁。ドーピングワンガン。才能開花。フィヨルド坂部、前エラーした日から毎日エラーする夢を見ています。不眠症になってますね。よっしゃ。ドラッグストア西村。睡眠薬が効いてきたところをパチン。勝ちました。0対21。激戦でしたね。いいバッティング練習になりました。ヒットは16本。相手はエラー13個。ランクいい相手にも惜しまず使っていきます。魔物。2回戦やっていきます。よっしゃ。マタニティバズーカ。はい、投げ2。フィヨルドもちょっと守備に自信取り戻しますね。5回表、0対1。ドラッグストア西村がホームラン打ってますね。D
で、チームがなんか好調なやつめっちゃ多いな。マタニティ岩村以外、みんな好調と絶好調ですね。こいつはなんかマタニティブルーになってます。追加点が入りません。前の試合、取りすぎましたね。ちょっと1失点で乗り切ってほしいですね。あ、相手ランク A か。マジか。見てなかった。見なきゃよかった。一気になんか怖くなってきた。危ね。まあ、残り2回しのげば勝ちですし。で、この7回でしっかり追加点取れます。でさあ、ドラッグスト西村。今日持ってますね。うわ、バントして、バントしていいですか。で、3、4番に全てを任せます。3番マタニティやばな。マタニティブルーなんで、スクイズ。この追加点マジででかいですよ。ちょっとランナー1人いると怖いですね。ホームランで追いつかれますから。ホームランだけは打たせてはいけない。魔物もちょっとなさそうですからね。大丈夫か？先生。今ちょっとイップスが発動しかけましたね。あ、フィヨルド坂部。魔物来た。ダイナマイトバント。最終回。ちょっと打ち込まれています。ノーアウト、1、2塁。フォークのピーがいいですからね。2種類のフォークを使いこなしていく。おい！このチームフライに弱すぎない？送球ミスかまだ分かるんですけど、なんか、そんな適当なフライ、落としちゃダメですよ。太陽と重なったんですかね。レフト？大丈夫だよ、それ。フライ怖えわ。素晴らしいフォーク。勝ちました。5対1。ドラッグスト西村。ソロホームラン。ダイナマイト四国3安打。ドーピング1安打。優勝候補、倒しました。もうランク A 来ないんじゃないですかね。予選は。来たら打率ね。3回戦やっていきます。対戦相手はランク C。あれ？ 1 点取られてますね。ありえねえ。ダイナマイト四国魔物あるんで、いけそうですね。ここはまあセーフティー。負けてるっていうのがちょっと焦りを生みますね。才能開花。ノーアウトランナー1塁。ここちょっと4番の役割果たしてほしいですね。ワンアウトランナー2塁。ノッキング小池。流れを変えていきたいですね。流れを変えていく。ツーアウトランナーサード。おい、ここでフィヨルド打ってくれ。ここ打てば前のエラー3秒だけ忘れてあげますよ。いやー、忘れない。まあまあダイナマイトが来れば終わりですよ。あ、でもツーアウトか。ここでちょっと同点させて。でドラッグスターも A ですから、とりあえず同点。ワンアウトランナーにいる。よし、ワンガン。ヒット出ました。ノーアウトランナー1。こいつらランク A より強いぞ。サード、うまい。頼む。ナイス。最終回。得点圏に送ってき、3番、マタニティ。3、4番どっちか、絶対打つ。ああ、もうこいつ。まあ、最低限の進塁。ドーピングワンガン。決めてくれ。はい、決めていく。これが4番です。一番いいドーピングを最終打席に置いてありましたね。フィヨルド。ツーアウト満塁。まだ取ります。さあ、勝ちました。3対1。ドーピングワンガンがあそこで打ってなかったら結構危なかったですね。ドーピングワンガン10本目のホームラン。近藤マリタ4安打。ダイナマイト四国4安打。やっと強豪校になりました。
準決勝やってきます。あれ、初回に1点取られてます。対戦相手はランク C、まあ、魔物ある時点で勝ちは確定している。初回2点取りました。逆転しましたね。どうせワンガンが打ったんでしょう。フォアボール、ヒット、ヒットツーベース。もうここで魔物使って終わらせます。7回まで待てません。3点目、勝ちました。1対8、マタニティが打ってますね。ツーラン。決勝戦やっていきます。絶好調がめちゃくちゃ多いですね。1、2、3、4、5、6人。そしてドーピングワンガンはノリノリになってますね。打ちすぎてハイになってます。対戦相手はランク B、 すでに2点取ってますね。フィヨルドがフォアボールで出てアウト、アウトで村山さんフォアボールからのダイナマイト直ツーベースで2点と。ナイスコー、うまっ。ツーベース打たれました。うん、2対1、追加点取りました。4対1、フィヨルド坂部は2になってますね。ドーピングワンガン今日2安打。いい当たり、ただこれはライトフライ。甲子園出場を受けて勝ちました。今回はしっかり安定の野球ができましたね。結構危ない試合もあったんですけど、ドーピング3安打、ダイナマイト2安打。それでは最後の甲子園やっていきます。昨年のリベンジを果たしていきます。村山さんノリノリですね。放射638、対戦相手はランク C、 投手力めちゃくちゃ低いですね。打ちまくっていきましょう。で、そして3点取りました。ノッキング小池ホームラン打ちましたね。マタニティ腕をしっかり折りたたんで引っ張っていく。そして1、ドーピング小池、違う、今日ツーベース打ってます。これちょっと4割に乗せたいですね。でさあしっかり流していく。ノーアウト1・3塁、いくらランナーが出ようと無駄ですね。うん、打たれました。まあ卓球と一緒で1点ぐらい取らせてあげないと怒られるんでね、こんぐらいいいですよ。はい、ゲッツ。 OK、勝ちました。8対1。まあ、ランク C はこのぐらいで勝たないと話にならないんで、問題はランク B、ランク A ですね。ドーピングワンガン、4打数4安打、1オーバー、11本目打ってます。余裕で4割超えたんじゃないですか。ドーピングワンガン、固め打ちになった。近藤も有田、プルヒッター。2回戦やっていきます。相手のピッチャー、強そうですね。防御率 0.96、ランク B、1点取られてます。許せない。フォアボール。いや、あの回1点取れないか。前も2回戦で負けたんで、ここはしっかり勝っていきたいんですよね。魔の2回戦を突破していく。これはセンターフライ。ワンアウトランナー2塁。近藤も有田。近藤も有田。まあ、重なりますね。逆転成功。ダイナマイト四国は、魔物がなくてもセーフな。ドーピングワンガン、確定ホームラン。今もうドーピングしなくても自由に筋肉量コントロールできます。さっきの 30% の筋肉でホームラン打ちました。最高で 120% まで出せます。おい、ワンアウト3塁。ナイスボール、ライトは足が速い。スリアート、いつ、はい、OK。ドラッグストア。球種が多いので、狙い球を絞らせません。勝ちました。6対1。いけるぞ。ランク B も怖くね。3回戦やっていきます。吉本興業高校、1点先制。ワンガンまでに1点取ってますね。マタニティ岩村ツーベース打ってます。4割2分2厘、12本。2対0、村山さん魔物あります。ドーピングは全然飛び込まないんですよね。飛び込めよ。あいつヒゲが汚れるのは嫌らしいですね。甲子園黒土なんであんまり目立たないと思うんですけど、とか言ってる場合じゃない。ノーアウト3塁。お、
走ってこないですね。うまい。インコース低めを流していく。ノーアウトランナーにいる。さあノッキング小池打てるか。対戦とはランク B ですね。生クリーム小島、こいつバントしかできないですよね。バント、いや流していこう。3点4点はいります。マタニティ岩村、いやそれいかんか。勝ちました、3対0。準々決勝対戦相手はランク B。 投手力守備力強いですね。5回裏0対0、2アウト1、3塁。取れ取れ取れや。ショートショート、はいショート。2アウトランナー1、2塁。ノッキングしてくれ、ノッキン。やべ、8回まで来てるって。魔物いないのか。三振、いやーヒットまだ3本か。最終回やってきます。打ち気1人いますね。ダンボール溝口、ラッキーボーイかよ。ドーピングワンガン、今日ヒットなし。ということは打つんですね。ソロホームランで同点。うわー、くそ。負けました。0対1。打線の援護がまるでありませんでした。ダイナマイト四国、マタニティ、生クリーム、2チャンだ。いや、フィヨルドからジャンプして取ってればいけたんだよな。4回戦敗退。次期キャプテンは、フィヨルド坂部。日本代表、村山さん。ドーピングワンガン選ばれました。3位、村山さん、大会 MVP。 ドーピングワンガン5番セカンド。ヒット量産。卒業式、村山さん、防御率 1.60。 生クリーム小島スカート。マタニティ岩村、3割8厘、2本。こいつもちょっとホームラン打ってもよかったですよね。ドーピングワンガン4割4厘、ホームラン12本、32打点。ドラッグストア西村、2割3分5厘、裏なし。ダイナマイト四国、3割7分6厘。プロ入りしたのはこの4名ですね。村山さん、星は767。かなり強くなりました。ドクター K 作りましたね。シュート6、サークルチェンジ1。フォーク6、フォーク4。スライダー3、スタミナイス。マタニティ岩村、星は377。キャッチャー A が最強でしたね。ドーピングワンガン、星は559。ミート S になってます。ダイナマイト四国、こいつ伸びました。内野安打丸がいつもにかついてますね。というわけで今回、村山さんが入部した高校の成績は、このような感じになってきました。今回この辺で終わっていこうと思います。お疲れ様でした。